はるさん、しゅうたです。その一般的な世代からの秘密は可能性に楽しく紹介したとかと思っております。はい、始まりますけども、大腰筋の感覚を高める大腰筋もも上げのやり方についてね、紹介したとかと思っております。大腰筋はね、スポーツにおいてですね、すごくパフォーマンスを上げるために非常に重要な筋肉になっています。それの基礎練としてですね、今回はですね、もも上げのやり方をですね、紹介していけたらと思っております。まずね、実際にやっていこうと思います。大腰筋もも上げですね、もも上げをするんですけども、この時に、前ももの力を抜いて、もも上げをするっていう練習になってきます。なぜかと言いますと、前ももですね、特に大腿直筋ですね、この筋肉でメインに前ももで、こうやってもも上げをしてしまうとですね、大腰筋が結構サボっちゃうんですね。こいつは、働きゼロってことはないんですけども、あんまりうまく働かなくて、もうここばっかり鍛えられてるんです。前ももばっかり鍛えられてる。そうするとですね、足上げて大腰筋の練習してますと思ってても、もう実は前ももの練習しかなってないで、そうするとアウターに崩れてバネ出なくなるみたいな練習になってしまいますので、前ももをいかに力抜いた状態でもも上げができるかですね。じゃあどこに力入れるんだというと大腰筋ですね。大腰筋というのは背骨の横からついてて、この足の内側についてるこういう筋肉になりますので、上げる側の背骨の真横のラインですね、を使ってこういうイメージで上げていただくという形になります。いけましたでしょうか。とはいえですね、そんな意識しても前ももは力んでできないじゃないかって方も結構おられると思います。実はですね、そういった方、半分ぐらいいると思うんですよね。で、なんでそれができないかというと、これは完全に体のタイプですね。体のタイプ的に上げる方を意識した方が大腰に入ると、逆にですね、軸足側ですね、こっちを大腰に効かしたいんですけども、反対の軸足側を接地を意識する。接地を意識して上げると、結果こっちの大腰筋が効きやすい人っていうのがいます。こっち意識することによって、ロジックだけでね、接地意識することによって、体幹がですね、腹圧が高まって、腰痛が安定するんで、逆側の大腰筋が上げやすくなるみたいなメカニズムがあるんですけども、こっちから行った方がうまくいく人が多分半分ぐらいはいけると思いますので、上げる方で前ももがこうやって力んで、どうしてもうまくいかないならば、下げる方を意識するっていう風にして、もも上げをしてください。上げる方がね、うまくいく人はもう上げる方で、こうやって上げる方を意識して、やってください。いけますかね。っていうので、大腰筋ですね、前ももに力入らないで、もも上げをしやすい方向を見つけていただいたら、あなたは上げるタイプなのか、下げるタイプなのか、っていうのを確認して、大腰筋もも上げに取り組んでいただければと思います。そうすると大腰筋入ってきますね。で、もしね、それができてきたら、今度はそれを走りとかでも使ってみてください。上げる方でね、大腰筋入れやすい人は、もも上げをするイメージで走ってもらった方が、結果速く走れますし、接地の方がうまくいく人は、接地を意識した方が、早く走れたりします。もちろんステップワークも一緒で、上げる方がいい人は出す側のスイングを意識してうまくステップ組んだ方がいい人もいれば、接地を意識する接地側を意識していただくという形になります。ラダーってやる時も、上げる方が得意な人は上げる方を意識する、接地の方は接地を意識するみたいな形で、自分の得意な方をちゃんとうまく確認して、それをね、いろんなトレーニングに生かしていただけると、大腰筋を簡単にですね、高めていくことができますので、あなたは、設置が得意なのか、上げる方が得意なのか、まずここをですね、しっかりと押さえていただければと思います。はい、ということでですね、最初ね、ちょっとつかみにくいかなと思うんですけども、やってるとね、この辺、なんかこういう筋肉動いてるな、大腰筋なんか、このお腹の奥の動いてるな、みたいな感じがですね、少しずつつかめると思いますので、ぜひね、チャレンジしていただければと思っております。はい、ということで、ね、今回は長くお伝えいただこうと思っております。ユーブルステータですね、Twitter、Instagram もやってますので、もちろんチェック、フォローよろしくお願いいたします。またですね、オンラインスクールも営業してますので、YouTube で、ね、公開したり、さらに深い内容を知りたい方はですね、概要欄貼ってますので、また覗いてみてください。またですね、リング先生自身は大阪にありますので、なかなかね、動画だけでも限界がありますので、きちんとね、見つけたい方はですね、一度ご予約いただければと思っております。はい、では今回は以上にさせてます。ご視聴いただき、ありがとうございました。